42分になりました。日本放送の制作でお送りしています、アッコのいい加減に旋回。今週もフリーテーマでお電話ファックスメールお待ちしております。この週末の予定、最近の出来事、アッコさんへの質問や相談など何でも結構です。他にも、25年目に突入のこのいい加減に旋回の思い出や印象に残っていることがあればぜひ教えてください。受付電話番号は東京03-3211-3222、電話は東京03-3211-3222です。ファックスは0570-021242、0570-021242。メールアドレスは小文字で akko@1242.com でお待ちしております。やっぱり25年ということでいろいろ来てますね。ああそうですか。とりわけ25歳の方とか、はいはい、神奈川県のラジオネームカルガモッコリさん、はい、アッコさん、柿原さん、こんにちは。こんにちは。そしていい加減に旋回が25年目突入、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。僕が今25歳ですから、うん、つくづくすごいなと感じております。いやー、そういうふうに言われると、まあ、いくつぐらいからお聞きになったんでしょうね。はい、いやでもありがたいですね。ですね、はい、ラジオネームラジオ小町さん、今週も聞いています。24年ってすごい、はい、私24歳、私と同年代ですと。はあ、若い人割と聞いてもらってるのね。そうですね、もうダメだね、24、5若いという私がいるってことがもうダメだね。はあ、いやでも本当に幅広く、よくなんだっけ、和田オネアの時なんかお母様が、はい、お母さんがなんか子供のね、お守りしてる時に子供って喋ったりも何回もあったね。ありましたね、お子さんが泣いたりとか、うん、横浜市のゆかりさんはですね、はい、49歳の方ですが、うん、放送25年目突入おめでとうございます。ありがとうございます。まだ早いですが、子さんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに、今は亡き母は、はい、この番組いい加減に旋回を1回目から毎週聞いていました。本当ですか。そして今は私が毎週聞いています。わ、これからも楽しい放送を聞かせてくださいね。はい、頑張ります。まあ、そういう方もいらっしゃるっていうのがまた励みになりますね。そうですね。嬉しいですね。はい。あとですね、いろいろとアッコさんの先週の出演の番組の感想も届いております。はい。江戸川区のまさきさん、路線バスの旅見ましたよ。ああ、大変でしたよ。ロケ。はい。アッコさん大変だったと。よくご覧になっていただきましたね。みんないいとこで盛り上がってる中。あ、確かそれの裏ですよ。いいともグランドフィナーレの裏番組の中、皆さんご覧になってください。はいはい、ありがとうございます。楽しさが画面からいっぱい伝わりました。ああ、よかった。アッコさんがペンギン見てはしゃいだり、はい、バスの押しボタンに命がけ。嬉しかったです、あれボタン押すのだって押せるって知らなかったんですよ。で、押したかったのにとか言ってなんか、そうそう、ね、なんか先に押した人がいて、はい、そうするとランプみたいなのついちゃって止まっちゃうんですよ、はい、面白くなくて、うん、バスなんて乗らない、バスなんてって変な意味じゃなくてね、電車とか乗り物はあんまり新幹線以外あんま乗らないから、さすがにもう乗れませんよね。地下鉄だって、まあ、今いくらか知らないけど、最初の初乗りの160円の時だって、どうしていいか分かんないで OK のボタンを押さないでずっと待ってたんだからね。お金を入れたものの、チケット買うのに自動販売機の感覚で待ってたんですね。全く分かんなくて。なるほど。そうそう、だからまああれは楽しかったです。雨で残念でした。そうでしたね。寒かったもん。寒そうでしたね、はい、でも加山さんとの出会いの話も聞けてほのぼのしましたよ、はい、またバスの旅に出て私たちも楽しませてくださいね。ああそうですね、はい、あれはもともとお兄ちゃん加山雄三さんは歩く悠々散歩で、徳光さんがなんかぶらりなんとか旅っていうのが、はい、徳光さんが路線バスの旅やってらっしゃるんですよね。そうそうそう、それと融合っていうか、なんかこう一緒にやろうっていうので、スペシャル版になったらしいです。はい、はい、ラジオネーム藤沢のおじさんライダーさんからも同じように路線バスの旅見ましたよと、はい、あやっぱりご近所だからじゃない藤沢と。